はいみなさんこんにちは自然療法チャンネルブナの森です自転車でアンチエイジングということでやっていきたいと思います、えー、アンチエイジングに自転車がいいわけということで、えー、歩くだけでは強度が足りない、えー、同じ距離を平坦地で 歩くのとその自転車に乗ったのでは自転車の方が35負荷が足りないんですね。ですけど坂道になるとこれが1%の坂で平地の1.7倍2%の坂で2.3倍平坦を自転車こぐよりは負荷が上がると言われてまして平坦地を乗るんじゃなくて坂道を 乗りますこれであの負荷をかけることができます、えー、2番上り坂だと心拍数が上がります、えー、歩くのに比べて自転車の方が、えー、心拍数を上げやすいので心配トレーニングになります、えー、最大心拍数 220- 年齢、えー、私の場合はだいたい180ぐらいなんですが、えー、上り坂を 登るとすぐ百八十ぐらいいきます。これはなかなかジョギングだとか、ウォーキングで百八十まで持ってくるっていうのは難しいですけど。自転車ですと、容易に百八十ぐらいまで上がります。それから、三番目、大きい筋肉を鍛えられます。下半身に約七割の筋肉が集まっています。ですから、スクワットをやると、約七割の筋肉を鍛えられることになります。で、自転車ですと。 スクワットをしているようなものですので下半身を鍛えることができて有効です。でアンチエイジングには有酸素運動っていうのが有効なんですが有酸素運動これはどういうものかっていうと強度最大心拍数の65から90%私の場合は180度ですので。 まあそれの65から90ぐらいのその強度でやるといいとでそれを20分以上続けますで頻度として少なくとも週3回以上は必要ですで。内容はリズミカルな大筋群活動まあお尻の筋肉ですとか太ももの表とか裏まあ背中なんかも使って踏み込むように ペダルを回転させますケイデンスで言ったら90から100を目標にやるといいと思いますこれ,らのこれらを意識してやってみてくださいアンチエイジングに有効ですこの続きまたやりますのでよかったらチャンネル登録お願いします